理学研究所の池田です我々は今年度から育成,枠と育成型として支援を受け、AI 駆動型データキュレーションによる持続可能な中分子総合作用統合データベースの開発を進めております。ままず背景としまして はい、まず背景としまして、先ほど先生からご紹介もありました通り、中分子は新規モダリティとして、非常に今、注目をされておりまして、低分子と抗体のちょうど中間に位置し、ペプチド、非ペプチド、合成化合物、核酸等などが含まれております。 で中分子の特徴としましては、特異性が高く、副作用が少ないといった特徴があるため、これまで創薬として難しかった標的に対して、新たな治療法の手段としてですね、注目されています。しかしながら、これまでですね、これらの多様な中分子のデータというものは、不足しておりました。また、創薬に直結するためにはですね、標的との相互作用、 そういったデータが非常に重要になってきます。これらを一元的に集めたデータリソースはまだ存在していないため、我々はこのようなデータベースの開発に着眼いたしました。で我々のデータベースのコンセプトはこのようになっておりまして、まず一つ目として、ケンブルやパブケムといった有名な低分子の創,創薬データベース、それらはですね、 先ほど話した通りですね、中分子データが不足しているため、それらを保管したい。第二にですね、PPI などのタンパク質感相互作用データベースは、すでにいくつか存在しております。まあ、例えば、我々が先に開発したドリップと呼われるデータベースもそのうちの一つなんですけれども、しかしながら、データの網羅性であるとか、相互作用データの質という面では不十分です。そのため、我々は、独自技術である POSSAM、 など、PDB の情報を利用した立体構造ベースのアプローチにより、相互作用の質を担保しつつ、AI を活用した効率化を図り、中分子領域におけるですねケンブルのような利用価値の高い、優れたデータベースの開発を目指したいと考えております。また、アルファホールドの利用というものも非常に重要であると考えております。 ご存知の通り、アルファホールドは、高精度でタンパク質の立体構造を予測できる技術で、最近3が、最近といいますか、今年3がリリースされて、もうすでに利用がかなり進んでおります。まあ、この技術をリガンドの相互作用予測にも応用できると、われわれは考えておりまして、相互作用の予測にも応用できるというふうに考えておりまして、すでにこのポスサム というアルファホールドを利用したデータベースの構築を行いました。本研究ではです、ね、中分子への応用ということも進めていきながら、さらに機能未知の中分子といったものの相互作用部位の予測といったものにも応用していきたいというふうに考えております。 また、初年度であることしはです、ね、まずデー,タベースのあデータベースに収録しますデータの収集を中心に取り組んでおります。まず公共データベースからです、ね、データを取得するということで、PDB やケンブルから分子量500以上のです、ねまあ、今のところ、なかなか情報がない、そういったところのです、ね、相互作用のデータを抽出するということに取り組んでおります。 また独自のデータということも我々取得も重要だと考えておりまして、中分子ライブラリを保有するですね実験パートナーと共同研究を進めております。まあ、例えばですね、すでにそういうライブラリを保有しています慶応大学と連携して、データベースには現在のところ含まれていない新規データの取得といったものも積極的に行い、データベースを充実させていく予定です。 で中分子データの取得状況、まあ、現状においてですね、まあ、標的リガンド相互作用といった面があるんですけれども、まあ、こちらはまあそのこのようになっておりまして、今後の目標をまとめた図になっております。えーまあ、基本的にはですね PDB からのデータ取得ということを取り組んで、それからまあ取り組んでいるという現状で、今、ト,トミーグループの、えー 長井さんがですでに対象リガンドのフィルタリングとか、まあ、データの課題なども、まあ、データキュレーションの課題ですね、まあ、そういったものも徐々に出てきておりまして、まあ、今回このような外部発表の場ですね、まあ、そういったところでもいろいろとチーム内だけではなくてですねいろんな研究者の方とディスカッションを重ねながらですねそれらも参考にしていきたいなというふうに思っております。 また我々ですね、データベースの開発に長年携わってきました。まあ、私自身ですね、低分子のデータベースの開発というものに長年携わってきました。そういったものの中でですね、データベースの管理、更新コストというものが非常に高いというふうに考えておりまして、それらを 抑えて持続可能なデーータベースの開発を目指すこととも重要だというふうに考えておりますで、まあ、従来こういったデータベースのキュレーションというものは、えーまあ、タスクごとに細分化されていて、まあ、それらはほぼ手動で行われていました、まあ、一部はですねプロトコル化されるということがあるんですけれども、えー、新しいデータが更新されることによって、まあ、例外値が出てきたりしてプログラムの修正が必要になってくるとか そういったこともございいます。そういった意味ですねこれ、これらのコストというものは非常に大変あ,のあるということで、これからの時代ですね、こういった運用というものはなかなか持続可能ではないというふうに考えております。で我々はですね、データキュレーションの各タスクに対して、ワークフローを作成しております。 でそれらのワークフローに対して、まあ、難易度を設定することからまず始めて、まあ、さらに対話型の AI です、ね、を活用して科学データおよび例えばタンパク質のターゲットのキュレーション、まあ、そういったところに対してこの AI の導入ということを行っております、まあ、これまでの結果としましては、まあ、精度にまだまだの課題が残るもののデータの整理であるとか プロトコルの修正作業とそういったものが簡略化されキュレーションの効果効率化ですねそういったものの効果が見られましたで、まあ、今後もさらに改良を重ねていく予定でしてファインチューニングによって精度向上というものは認められていますので今後引き続き開発を続けていきたいというふうに思っていますまた検証の作業に関しては低分子分域領域ではですね 実績のあるケンブルとか海外のグループとも連携しながらそういった検証作業というものを共同で進めていきたいというふうに考えております。で我々のデータベースですねのゴールとしましてはペピチド中分子、えー、合成化合物核酸を含むデータが数十万個の規模で搭載されまして、まあ、PPI や PROTAC などの標的データと まあさらには疾患関連のメタデータと連携させていきたいというふうに考えております。まあさらにはですね AI による予測データが統合されて、まあ具体的には深層学習ですねなどによって相互作用予測を行い、機能未知の中分子のライブラリーに対してまあ予測をするといったことで中分子と標的のタンパク質の相互作用を予測してまあそれらの結果もですね。 精査ししててデーータベースにに反映したいといとううふうに考えております、まあ、そういったものも含めまして世界最大規模の中分子の相互作用データベースを目指したというふうに考えております。最後に我々の研究体制になれますが本研究は3層研のトミー先生のグループ慶応大学の米沢先生のグループと共に進めてまいりたいと思っております。 で慶応大学の、えーまあ、私の兼任している慶応大学のポストの大沢教授には実験的な協力者としてご協力をいただいております、まあ。最後のまとめはちょっと割愛させていただきますが、まあ、最後になりましたが、まあ、ご支援をいただいております JST の DICP プログラム、そしてこのシンポジウムの関係者の皆様に、えー、お礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました